長野県の皆様こんばんは、ヤミーです。料理研究家のヤミーさん、たった3ステップでパパパッと美味しい料理を作っちゃうスペシャリストなんです。今日作るのは蒸し野菜のバーニャカウダー。おしゃれに野菜をたっぷり食べられる北イタリアの伝統的な冬料理を作っちゃいましょう。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、具材の下準備。じゃがいもは皮をむき、芽を取り除いてくし切りにします。人参はスティック状にカットします。菜の花は茎に切れ目を入れます。野菜はブロッコリーやカブなどもよく合いますよ。ステップ2、蒸します。ココットダッチオーブンに水、じゃがいも、人参、ニンニクを加えて蓋をしてグリルに入れ、上下強火で15分蒸します。15分蒸したらニンニクを取り出し、インゲンと菜の花を加えて蓋をして、さらに上下強火で3分蒸します。蒸した野菜は甘みがぐっと増して色も鮮やかになります。温野菜は蒸すのがおすすめです。ステップ3、ソースを作ります。ザルにニンニクを皮付きのまま加え、ゴムベラで潰して裏ごしします。それを鍋に移し、アンチョビ、塩を加え混ぜ合わせます。そこにオリーブオイルを加えて、さらに混ぜ合わせてから弱火にかけます。アンチョビを崩しながら混ぜ合わせ、ふつふつしたらソースは完成です。あとは野菜をお皿に並べ、ソースを添えれば完成です。アンチョビは焦げやすいので、じっくり弱火で温めてくださいね。野菜の甘みをアンチョビソースの塩味がますます引き立てて、野菜を美味しくいただけるひと品です。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミー。レシピは公式ホームページでもご紹介してます。ではまた来週。ココットダッチオーブンっていろいろ使えて便利ですよね。ココットダッチオーブンは中までじっくり火を通すので、ぎゅっと凝縮した素材本来の旨味を楽しめます。スイッチを押すだけの簡単設定で、ご家庭の料理がレベルアップ、調理の幅が広がるお役立ちアイテムです。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか。プレゼンテッドバイ長野都市ガス。